視聴者質問コーナーたくさんの質問いただきましてありがとうございますまだまだ質問募集しておりますこの動画のコメント欄かあるいは SNS の DM それから概要欄に載せておりますメールアドレス宛てにお送りいただけたら動画でお答えをしたいと思っておりますえー、たくさんいただいた質問の中から今日もお答えをしていきたいと思いますはいえー、いつ来てもおかしくない地震に対してお寺の耐震対策ってどんなのしてますかということで まああのご存知の方も多いかと思いますがこの高知県はですね近い将来、南海地震南海トラフのね地震が来ると言われております、はいまあ、あのねやっぱりこの高知じゃなくてももう日本、どこで災害が起こるか分からないですからね、はいまあ、地震に限らずねもう最近は台風であったり豪雨であったりいろいろなことがありますから。 まあ常に、ね、そういう対策は考えていかないといけないんだろうなということは思ってます、はいまあ、耐震、こと耐震のことでいうとですね、まあ、このうちのお寺はです、ね、建物自体はそんなに古くないんですよ。というのは、まあ、前なんかの動画でお話したかもしれないですけど、あのー、前はですね、えー、もう少し。 南の方にあってですね、えー、本当に空港の滑走路、えー、お寺があって道挟んで滑走路みたいなところだったんですよ。その建物は、ね、もうすごく古,い古かったんですけど、あのー、平成14年、えー 2000? 2002年かなに、えー、その空港の滑走路の拡張工事に伴って、えー、今の場所に移転してきたので。 えー、ちょうど今年が20年なんですよね移転してきてなので建物自体はそんなに古くないので耐震、えー、のことはそんなには心配はしてないんですけれども、えー、まああと何でしょうまあうちのお寺はですね、まあ、特にそういう登録みたいなことはしてないんですが、まあ、同じ日蓮宗の中で、えー、そのお寺をですね、まあ、災害時の避難場所として 提供できますよっていう、えー、そういうううそ登録があ,あちょっとねうちのお寺の場合はですねまああのー、海が近いのでね言うて、はい、その津波の心配っていうのとまあやっぱりそういう,こう避難される方まあ日寄せ的には十分なんですけれどもまあそのいわゆる避難された方を受け入れるためまあ あのお引き受けしたらこうやっぱりね、えー、何日間か、えー、そりゃお寺であのお過ごしいただくことになると思うんでその間のこう細やかなケアというかそれなんかねこうわかんないですけど行政の方とかそういう方がこう、えー、来てくださるんであればまあできないことはないんですけどもいかんせんちょっと私一人なのでかえってこう、まあ、当然私 自身も被災者になるでしょうしそこまでちょっとこう、ね、できるか分からないというのがあるので特段、そういう,こうあの災害避難場所としての,、まああの登録みたいなことは特段してないんですが、まあ、あの環境さえ整ったらねあのそういうのはやっぱり積極的にあの協力はしたいなとは思っています。 うーんまあとりあえず今私一人なのでお寺ではまあ何でしょうその非常時のー何ですか持ち,持ち出し袋って言うんですか、えー、そういうのはまあ、あのー、用意はしてます、はいまあまあ、ごくごく一般的なあことですねはいまあそ,そんなところですかね、えー、なかなかね、あのー、大人になってねそれこそ 避難訓練とかってやっぱ案外しないじゃないですか子供の頃はね学校でこう年何回か避難訓練ってやったりするんでしょうけどねえやっぱこう災害時の対応ってやっぱりこう今一度見直しておかないといけないなっていうのは思いますよね特にこのコーチは、まあ、日本どこにいてももうそうなんですけど特にやっぱりこのコーチは南海トラフ地震があの近い将来来ると言われてますんでね、えー、本当にいつ来てもおかしくない よううななななははてておおかいいいいといけないなとけううには思っております、はい、あのもしよかったら、ね、皆さんあのそれぞれお家でどんな対策されてるかみたいなねあったらぜひ教えていただきたいなというふうに思っております、はい、続いての質問です、えー、お葬式の時は白い方栄を嫌われるのですかということであの昨日の動画でね「えー、北条絵っていう、はい、あのー 動物ペット供養の法要の動画を上げたんですけどあのその時は私白い衣を着てまして、えー、白い衣に、えー、薄い茶色のねけさをお毛さを五条げさをつけてたんですけれどもまああのー、まあねご存知の方も <laughs> いらっしゃるかと思いますけれどもあのいわゆるお坊さんの衣の色っていうのはね、えー、いろいろありまして、えー、また宗派によってもねそれぞれいろいろあるんだと思うんですが。 まあ日蓮衆の場合はですね大きく分けて、えー、衣の色っていうのは、えー、ネズミ色、まあいわゆるグレー灰色ですよね、えー、まあ,あの厳密には隅染めっていうんですけど、はいえー、ネズミ色と紫と白それから水色うこの4つ大きく分けてね、えー、この4つ。えー が衣の色としてありますでまああのー、全員みんながみんなこの全ての衣を着れる着られるわけではなくてですねああ、はい、あの、まああのま色によっては限られた人しか着られないような衣もあったりしますんで、まあ、お葬式の時に必ずしもしろというわけではありませんね。えー、まああのー、そのそお葬式をする えー、お坊さんのなんでしょうお考えもあったりしますから、えーまあ、基本的な、ねまあ、色は決まってますけれども、えー、それぞれ違うと思います、はい、私の場合はです、ねえー、お通夜の時はネズミ色の衣を着ていますでお葬式の時は白い衣に、えー、お客様ですね七丈袈裟を着けています。はい あとまあ普段の法事、お檀家さんの年会期の法事とか、あと、ね、いろいろまあお寺での法要法事の時は、基本的にはあの白い衣を着ています。白い衣に茶色の袈裟昨日の法上への、ね、動画の衣が、まあまあ、基本的にはあのスタイルですね。はい あのまあ、衣に関する質問も、ね、前からちょこちょこ来てましてうんなかなか、ね、こうど,どういう視点でお話ししようかなとか、えー、思ったりしてまして、まあ、そのうち、ね、なんかそういう動画も撮りたいなとは思ってるんですけど、はいえーまあ、あの必ずしも白い衣というわけではありませんで、えーまあ、時と場合に応じて使い分けるというのが、まあ、基本的には私はネズミ色か白かのどちらかを 着るようにしていますね、はいまあ、なかなかこう動画上でちょっとお話し,しづらいこととかねいろいろあったりするんで、えーまああのー、基本的には私は白かネズミ色かを着ています、はい、ということですね、はい、ということで、えー、まだまだ質問は募集しておりますんで、えー、ぜひともコメント欄あるいは DM なんかでどしどしお寄せいただきたいと思いますということで今日はここまででございますありがとうございました